皆さんこんにちは。こんにちは。ファイナンシャルプランナー新田ひろみ、浜松家づくりカフェ、今日は第8回目の放送です。この番組は浜松で家を建てたい方、将来的に建てたいなと思ってらっしゃる方に、ハウスメーカーさんや地元浜松の工務店ビルダーさんのご紹介をしていきます。またファイナンシャルプランナーとして住宅取得に関するマネー情報なんかも盛り込んでいきますよ。それでは今日のゲストをご紹介いたします。株式会社スマイルコーポレーション様です。今日は社長の深澤克美様にご案内いただきます。社長、はい、それでは今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。前半でスマイルコーポレーション様のご案内、後半でマネー情報をお伝えしていきます。で今日はですね、実際に住んでらっしゃるお宅と、これから完成見学会のお宅と2件見せていただく、はい、ということなんですけれども、はい、スマイルコーポレーション様の住宅作り特徴をご説明いただけますか。はいはい、私どもの会社はですね、はい、自然素材にこだわりまして、はい、お客様がこう長く健康でこう暮らせるような住宅を目指して、はい、頑張っております。はいはい、ありがとうございます。はい、それで人に優しい、健康づくりに優しいということと、はい、自然素材にこだわった家ということなんですけれども、はい、じゃあこの素晴らしい家、ね、も実際見てすごかったんですけれども、はい、こちらのところをご案内いただけますか。わかりました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ。はい、失礼いたします。はい、まず入りまして感じるのは、はい、こうふわーんとすごくいい木の香りがして、はい、あとはこの佇まいの広さですか、はい、空間の広がり、こちらがすごいですね。そうですね。特にですね、こう、はい、お客さんが来た時に、はい、バリアフリーだとちょっと床がこう、はい、低いもんですから、はい、こう座ってですね、こうお話ができるように間違い床という畳を引いてですね。あ、なるほど。はい、じゃあここに来たら近所の方に来られて、はい、ちょこっとだけこうそうそうそう話をしながら座ることができるわけですね。はい、あと実際靴を履いたりとかにも使えるわけですよね。はい、それとこう飾り棚、けやきの板を使うとか。これけやきなんですか。けやきなんですよ。すごいですね、ツヤツヤしてますね。あとこう、うん、間接照明で、まあ、これもけやきなんですけどもね。はい、あ、これ照明なんですね。はい、確かに。まあ、夜になるとこうぼやっとこう光が漏れまして、とても木が美しく使われてますね。木にもいろんな表情がね、本当にありますね。まあ、木もいろいろこうありまして、広葉樹、針葉樹ありますんで、はい、まあ、その特徴をこう生かして使ってると、はい、まあ、特にこう、あがりが町家なんですけどね、はい、まあ、こちらも欅の一枚板なんですけどもね、はい、まあ、非常に欅って硬いもんですから、はい、こう傷がつきにくいと、はい、まあ、いうことと、木目が綺麗なんで、そうですね、はい、とても綺麗ですね。はい、まあ、そういうところも贅沢に使わさせていただいて、はい、ありがとうございます。それでは中のご案内をお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。はい、ちょっと見ていただきたいものがあるんですけども、はい、何でしょうか。これを見ていただくと、ちょっとこう個性があるんですけども、はい、竹なんですけどね、これ江戸末期にですね、はい、住宅を作った時の、はい、まあ、建て替えなんですけども、はい、まあ、それをですね、こう使ってると。あ、これそんなに古いものなんですか。そうなんですよ。まあ、それだけこう自然素材のものって非常にこう長く、そうですね、もう味が出てくると、江戸末期って100年以上前のものなわけですよ ね、 すね。あと、まあ、この上を見ていただいても、はい、これ円柱の木なんですけども、はい、まあ、これも徳柱に使っていたと、はい、まあ、それをこう飾りで、はい、あ、はい、前のお力のこうやれを持ってきたところですね。はい、はいはい、じゃあ製図の方々の、ね、努力とかもね、そうですね、はい、忘れないように木目がとっても綺麗ですね。そうですね、はい、すごいですね。はい、木の上って本当に持つんですね。そうですね。あ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、そしたら中の方へ入っていただいて、はい、ちょっと見ていただけますでしょうか。はい、うわ、これはすごいですね。はい、これちょっと見たことない風景ですね。はい、柱がものすごく太くて、はい、天井が高くて、はい、なんか本当に森の中っていうんですか。そうですね、色の感じですね。もう本当に自然素材で全部作ってますんで、はいはい、まあ、大黒柱も、まあ、欅の、一尺三寸、はい、まあ、約40センチぐらいあるんですけどね。あの太い柱初めて見ました。なかなか。あとこう天井を私は張りっていうんですけど、はい、これもすごいですね。そうですね、これはもう天竜の奥の春野町の、はい、松を地松っていうんですけどね。地元の素材なんですね。はい、そうです。すごいですね。なん
か一本一本こう木目も全部違って表情があって、はい、すごくあの家に、ね、表情を与えてますよね。そうですね、うん、あとこう天井の高さ、はい、すごいですね。まあ、約5メーター、6メーター近く一番高いところでありますんで、はいはいはい、あのすごく開放感っていうんですかね、はい、もう素晴らしいですね。まあ、天井にもあのトップライトといいまして、はい、まあ、壁の窓よりも3倍のこう光が取れるというトップライト2箇所、はい、あちらの天窓を、はい、天窓ということで2箇所取ってるわけですね、はい、なのでかなりあの奥の方も明るいって形で、はい、空間が非常に広くて奥まで、はい、あの長いんですけどね、はい、まあ、天井から明かりを取ることによって昼間でもこう照明がなくても、今照明をつけておりますけども、はい、照明がなくてもこう生活ができると、はい、まあ、いう工夫をさせていただいてます、はい、これがの欅の大黒柱なんですね、はい、そうなんですよ。本当にすごく太いですね、びっしりしてますね、まあ、これだけ太い大黒柱、なかなか欅で、いや見たことないです。そうですね、うん、皆さんそうやっておっしゃるんですけども、はい、こう測っていただくと、まあ、今38センチありますけども、はいはい、まあ、これだけのものってなかなかないですね。これだけ太いものはね、私も初めて見ました、はい、あとはその上のね、先ほども、はい、あのこちらの春野町から来た、はい、来たね、木なんですけれども、はい、こちらっていうのはこういう木の使い方ってやっぱされるんですか、スマルコポレーションさん、まあ、うちの建物ですと、はい、よく、はい、あのお客さんが見ていただいて使いたいと、はい、あ、なるほど、お客様が多いですね、はいはい、じゃあこういった完成形が高いとかね、はい、こういった素敵なお家を見たい、まず真似して使ってみたいな、はい、っていう感じですかね、社長その木の皮むくのが好きだったんですけど、はいはい、ご趣味でやられてるんですか。あの、まあ、なかなか太いんで、はい、こう皆さ ん、 やる方がいらっしゃらないんで、はいはい、まあ、自分で自ら、はい、自ら、はい、削ってらっしゃる、木の気持ちが分かる。あ、なるほど、そういうそうですね、木の魔術師って感じですよね。そうですね、もうすごいですね、ではなんかこちらからまた南側を向くと、はい、あちらにもこう丸い窓があるんですけれども、はいはい、あれはどういう形であそこにつけられたんですか。まあ、ここもですね、天井が先ほどのように、はい、あの6メートルぐらいありますんで、はい、まあ、どうしてもあの天井の部分が暗くなりますんで、はい、まあ、それで丸い窓をこう和風のイメージに合った感じで、はいはい、つけさせていただいておりますね。なるほど、はい、すごく素敵ですね。あの非常にね、すごい広いリビングで、はい、こう、はい、上がりもありましてあるんですけど、こちらは何人でお住まいなんですか。6人で住んでおりますね、はい、あ、そうなんですね、はい、6人様で住んでらっしゃるということで、はいはい、でこのリビングの一角にも畳のコーナーがあるんですけれども、はいはいはい、こちらはどういう形でこのコーナーを作られたんですか。一応畳コーナー、茶の間として、はい、あの使っていただいてるんですけども、はい、これ畳が今こうヘリがない。そうですね、ヘリなし畳、はい、それとこれあのできたのはですね、紙なんですよ。え、紙なんですか。ですこれ緑がですね、はい、あの変色しないという、はい、それと動物がいても、ね、猫とか犬とか、はいはい、こう爪だとかこうやって、はいはい、痛めるじゃないですか、はい、これ痛まないんです。あ、そうなんですか、そんな紙といっても非常に、ね、丈夫なものでこうできてまして。あ、そうなんですか、いつまでもこうグリーンで。こちら建てられてどのくらいだっていらっしゃる。もう2年に。あ、そうですか、じゃあ色が変わらない。全然変わらないということで。そうですね、はい、なるほど、まあ、ここの一角から天井見てもね、とっても素敵ですね。そうですね、はい、どうぞこちらの方もちょっと見ていただいて、はい、まあ、この辺非常にこうカウンターがですね、2段にこうなってるんですけども、はいはい、これ材料は玉材でできてまして、あの野球のバットで使う。ああ、そうなんですか、はい、はい、じゃあ非常に硬いんですか。硬いんですね、まあ、外目が非常に綺麗だと。木目綺麗ですね、綺麗ですね。あとこのなだらかな曲線っていうんですか、はい、あと肌触りもすごくいいですね。はい、そのこの下にあるのが蓄熱暖房といいまして、はい、24時間、はい、あの冬場ですともう11月から、はい、4月ぐらいまで、はい、約6ヶ月間ぐらいも使えるという24時間そうなんですか、はい、あの放熱をしてますんで、はい、まあ、非常にその匂いも出なくて音も静かで、はい、メンテも楽で、はい、まあ、非常にこの自然素材の無垢の家にあった蓄熱暖房、はい、じゃあ保温かこう家の中がずっと高い感じ。そうなんですね、暑くもなくて寒くもなくてちょうどこういいという。なるほど、はい、はい、まあ、冬場風邪ひきやすいですけど、逆にこういうふうになるとね、あの風邪ひきにくくもなりますよね。そうですね、
こんな工夫がされていらっしゃるんですね。はい、こちらがですね、はい、あのキッチンになっておりまして、はい、はい、あこちらがキッチンなんですね、はい、あなんかここに一歩立ちますと、はい、先ほどのダイニングと、はい、まあ、ご紹介した茶の間ですか、はい、ずっと全部見渡せるんです ね、リビングとね。でこの広い天井を見ながらお料理できて、はい、すごい気持ちいいですね。いいですね。とっても気持ちいいですね。これ見渡せる、すべて見渡せるっていうのがね、そうですね、いいですよね。なんかちっちゃいお子様もね、いらっしゃるところなので、はいはい、お母様とかおばあ様もね、安心ですね。はい、こちらはちょっと見ていただいて、はい、あの非常にこだわりのある縦具を、はい、オリジナルで作っておるんですけども、ね、これオリジナルなんですか？そうなんですよ。あ、じゃあデザインとかもされてるんですか？全部私がしまして、この材料もすべて私がこう、はい、材木から丸太から、はい、まあ、こういうその曲線に合ったものをこう建具用に、はい、買って天然乾燥をしておりますので、非常にあの奥様には非常に人気が、建物の中のナンバーワンの、はい、あでもすごく綺麗です、ちょっといいですか、はい、そうさっきちょっと軽かすごい軽いんですね、はい、あの敷居がないんで、あ、はい、上摺りで、はい、もう敷居が全然こうね、敷居があるとどうしても埃がこう溜まるとか、あそうですね、どうしてもなっちゃいますね、あ木目がとても綺麗で素敵ですね、はいはい、あとまあ壁の方をこう見ていただくと、はい、こう非常にあのうちの場合ですね、はい、クロスを使っていませんので、はい、あなるほど、はい、あの珪藻土、はい、あの天然素材 100% の珪藻土を使ってまして、はいはい、まあ、非常に、まあ、これからの時期梅雨に 入ってますんで、うん、あの湿気だとかは非常にこう吸ってくれるんですね、はい、まあ、もう梅雨に入っちゃいましたけども、そうですね、確かにこのお家入った時にこう爽やかな感じですね、まあ、一番特徴はやっぱり湿気を一番吸ってくれると、はい、まあ、いうのが一番の特徴なんですよね、はい、まあ、それも合わせて健康にすごくいいってことなんですね。そうですね、やっぱ湿気が一番その人間不快になるという部分になりますので、髪とかが発生するとね、体には本当に良くないみたいなので、はい、まあ、そういうのを防いでくれるという意味では本当にいいですね、まあ、その特徴もう一つですね、はい、匂いを吸着分解、あのフォルムアルデヒドとか、はいはい、あの今は LDK で非常に空間が、あの一つの中で台所をこう焼肉だとかカレーだとか、うん、そうですね、お次の日にこう、はい、匂いが残ってしまうじゃないですか。あ、そうですね、まあ、それを、ね、匂い吸着分解をこうしてくれる。あ、そうなんですか、はい、そういう効果もあるんですね、まあ、それとアトピーだとかね、はい、あのホルモンアレルギーとの関係だとかで、はい、あの化学物質の、匂い吸着分解とかね、うん、してくれますんで非常に健康に、うん、あなるほど、はい、私も実はとてもシェアハウスで結構重たい方なんですけども、はい、まあ、こちらは本当に空気が爽やかで、はい、あの全然そういうね、あの嫌な部分を感じないですね、はい、全然ね、はい、うん、今日本全国にどのぐらい数があるか、珪藻土という珪藻土の数ですか、種類がいろいろあるんですけどね、10種類か20種類ぐらいですか、あの90種類ぐらい、あそんなにあるんですか、あるんですよ、はい、何が違うんですか、何が違うの、あのうちの場合はですね 100% 天然素材なんですけども、はい、まあ、中には樹脂材がこう、あの接着剤ですよね、はい、こう塗りやすくするだとか、うん、職人さんがこう、うん、誰でも塗れるようにできるだとか、うん、まあ、いうものがこうあるんですけども、はい、まあ、そういうものが入ってると、まあ、湿気を吸ってくれるというのがですね、うん、その穴の中に、まあ珪藻土って特徴は穴がこうたくさん、はい、まあ、その中に湿気だとか匂い吸着分解してくるという効果があるんですけども、はい、そういう接着剤を入れてしまうと、そういう効果が非常に下がってしまうということなんですね、はい、じゃあ少ないんですね、いい、あの接着剤は全然入っていないんです、はい、あ入ってないんですか、そうなんですよ、それじゃあ、はい、どうやって塗ってらっしゃるんですか、あの固めるためにですね、はい、あの自然素材の珪藻土プラス、はいはい、漆喰が 40% 入ってまして、はい、漆喰って昔からそうなんです、あのオクラに使ってるこう、はい、お城だとか、はい、塀だとか使ってる、はい、漆喰が 40% 入ってまして、はい、まあ、それで固めているんですね、はい、はい、そういうふうになってらっしゃるんですね、じゃあ本当に天然素材が 100% の壁になるんですか、はい、そうなんですよ、なるほど、はい、それでは自慢の和室の方にどうぞ、はい、はい、失礼します、はい、まあ、この和室がこう二間続きで非常に広さを感じて、はい、であの木がいろんなところに使われていて、はい、細かいこう造作っていうんですか、すごいですね、はいはい、あとやはりこう柱が今一本二本見えますけれども、はい、こちらもなんかまた全然違う表情で、そうですね、そうですね、こんなにいっぱい種類ってあるものなんですか、はい、あるんですね、
まあ、これもですね、はい、北海道の円柱の木って言いまして、はい、茶色部分と白い部分がありますけど、はいはい、これはもう初めからこういう色をしてまして、はいはい、色をつけてるわけじゃないんですね。よく色をつけてるんじゃないかって言われる方いる。もう天然の、はい。こんなにこの濃淡がついてすごく美しいんですね。字もですね、木に鬼って書きまして、円柱なんですね。はい、なるほど、はい。非常にその縁起がいいということで。そうなんですか、はい。で、非常に使われまして、今、北海道もなかなかこうね、木が取れないと。はい。まあ、いうことも、私、北海道まで行きまして、今、北海道からこうね、取りをしてまして、はい、貴重な、特場所なんですね。なるほどね。はい、確かにとても美しいですしね。なんか縁起のいいものが家の中にあるといいですよね。そうですね。はい、気持ちがこうね。そうですね。はい。あと、こう、床の間とかも非常に、天井とかも非常に凝ってますね。はい。また一つ柱がありますけれども、はい、またあれは全然表情が違いますね。そうですね。こちらはですね、はい、京都の北山の絞り丸太と言いまして、はい、京都に来てるんですか、これ京都から。あ、そうなんですか。京都にも行ってまいりまして、はいはい、どうやってこうね、はい、柱ができるかっていうのを勉強してですね、はい、まあこれだけ太い絞り丸太もなかなかないんですけども、はい、そうですね、まあこれ材料は杉なんですね。はい、なんかこの表面がすごくツルツルしてますけど、はい、やっぱりこういうふうな加工をしてるんですか？もうこれはですね、天然、これも天然なんですね。あ、そうなんですか。じゃあこう皮を剥いただけみたいな、そんな感じなんですか？もうこれを皮を剥いても、はい、天然で乾かしているという、はい、あ、そうなんですか、はい、すごいこんなに美しいものなんですね。そうなんですね。じゃあでもいろんなこうね、はい、素材を使ってこう木の表情とかもおっしゃってますけども、はい、なんか半分趣味じゃないですか？そうですね。まあなかなか趣味でないとなかなかこういう、ね、ところまでは、まあ木が好きなんで、本当に自分で、ね、顔を見たりとかっていうこともお話ししましたけれども、はい、やはりこう自分でこうやってるうちにこういろんなことがアイデアができて、これはここで使うかとか、そんな感じになるわけですか？はい、すごいですね。そうだ、トイレの方もちょっと見ていただいて、はい、あ、はい、まあ、非常に広い空間に、そうですね、広いですよね。もう手すりも備え付けで、はい、手すりもついていまして、まあ、家族が6人ということで、はい、まあ、両親の方が、はい、年齢もこう言ってますんで、はい、まあ、将来こう車椅子とか、はい、まあ、なってはいけないんですけどね、はい、介護がこうできるような形で広い、はい、スペースに作っておりますね。あ、じゃあ車椅子で入ったりとか、はい、そういった帰る場とかとも一緒に入ったりとかができるわけですね、はいはい、あとも床もですね、はい、見てたらこれ本物のタイルなんですね。あ、タイルなんですね、はい、まあ、一般的にタイルこう冷たい感じするんですけども、はい、これ特殊なこうタイルを使ってまして、はい、熱を蓄えてくれるというタイプを使ってますんで、はい、じゃあその底冷えしない感じになるわけですね。はい、はい、あ、それも体に優しいですね、はい、はい、それでは社長ご案内をどうもありがとうございました。こちらの素晴らしい邸宅のお施設様なんですが、鈴木様ご夫妻になります。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人がねこの素晴らしいお家を建てたということなんですけれども、住み心地の方はいかがですか？なん、僕なんか言う。まずね、今までのうちは、はい、夏は風通しが悪くって、はい、というなぜかというと低かったの、1メーター地の高さがね。ああ、そうなんですね。で今度のうちはその高くしてあって、はい、なおかつ南と北、はい、それから西と東のね、はい、風通しがいいように作ってくれたもんだから、はい、夏だってほとんどクーラーいらない。ああ、そうなんですか。もう日中は網戸にしてきて、それで十分で、夜、はい、窓を閉めてからクーラーを入れる程度で、ほとんど夏は使わない。じゃあ日中の一番暑い時もクーラーなし？いらない、いらない。あ、そうなんですか。それすごいですね。で、これ上手からずっと風が降りてきたり、はい、上手抜けていったりするんでしょう、はい、だからその点じゃね、素晴らしいその住み心地がいい家になりました。なるほど、はい、お子様はいかがですか？はい、はい、本当にいい家を建ててくださって、はい、喜びます。ありがとうございます。広々してるもんね、本当になんかね、素晴らしいお宅で、先ほども風通しがいいよって話がありましたけれども、うん、先ほど奥様に伺って冬場もすごく暖かいっていうのにね、お伺いしたので、はい、じゃあ夏は涼しく、冬は暖かくって形なんですね、はい、これはね、あ、ごめんなさいね、社長がいろいろこだわりがあるようで、はいはい、断熱材を全部使ってあるんですね、はい、周りへ。あ、そうなんですね。もちろん他にも使ってもらいましたけど、はい、これがね、やっぱり、うん、
と寒さ暑さを中に入れない、うん、あるいは外へ逃さないというのがきっとあるんじゃないかなと僕は素人でもね思って、うん、あのだからそういう点じゃやっぱり素晴らしい家作りをしてくれてるなって思いますね。住みやすい、まあ断熱材よりも本当はですね、珪藻土と無垢の木でこう作ってるもんですから、まあ、そこに熱をこう溜めてくれると、まあ、いうところで非常にこう暖かい家が、まあ、いうのが一番なんですね。見た目というんですかね、見た目もね、本当に木の表情がいろいろあって、すごく素敵ですよね。で、このうちはあれでしょ、ちょっと特徴が僕あってね、そうですね、普通のね、僕屋根にしなくて、切り妻のね、屋根にしなくて、東西で、屋根がとんでもない高いじゃないですか、うん、そうですね、気がしてたなーってね、僕これね、この屋根を採用したというのはね、うん、いや実は社長2つ出してくれたんですよ。そうですね、青を2つ出してくれた。ところが子供たちがね、この屋根がいいって、この東西の長い屋根にした、はい、これは僕ね、良かったなと思った、うん、あの向こう側のね、その開放感のあるあの天井、うん、まあそれだから実現できた感じなんですね。そう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 ね、お子さんや、ね、お孫さんもご一緒に、ね、生活されてますので、そう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 、非常に喜ばれたんじゃないですか、はいはい、あと私からちょっと、ね、お伺いしたいのは、はい、あのまあ、スマイルコーポレーション様に決めたきっかけと、うん、いうのはどういう経緯で決められたんですか、うん、ちょっと社長は、ね、言いにくいこと面白いですけど、はい、ね、これね、誰にも紹介してもらったわけじゃありません。あ、そうなんですか、うん、たまたまね、はい、これ新聞に、はい、その広告、まあ、折り込みの完成見学会のあれが入ってきて、はいはい、で写真が載ってるもんだから、はい、あの写真全部社長撮るんですよ、はい、カメラで。そうなんですか、ね、それでね、はい、見たらね、あ、これは、まあ、僕らも地震対策で家族守るためには家を建てかなきゃならんというのを考えていて、で見たら、あ、これは僕らが建ちたい家に感じが、あの、なんかいいなと思って見に行ったのが天竜川の向こうの豊田城かないかの、そうですね、はい、会場でした。そしたら素晴らしい家があってね、でそこで社長に会って、で実はそのうちを建てたいんだけどって言ったら、もうそれから10回ぐらい僕見に行ったかな、いつも案内をくれて、案内くれたもんですから全部家族で行くんですよ。で、あ、このうちならいいな、この社長なら頼んでもよ、あのいいなということを感じてね、もちろん社長の人柄にも惚れ込んでるんですが、それであのお願いするように、でその時初めてうちのね、その形状も見てもらって、はい、屋敷の広さを見てもらって、はい、このくらいのうちがどうかということで、まあ、こういう提案をしてくれたということでね、はい、だから何も最初はその、紹介してもらったわけじゃなくて、見に行ってそこで社長に私たちが惚れ込んだと、こういうことだと思います、はい、素晴らしいね、出会いがあってね、そうそう、まあ、このお家が実現したわけですもんね、よかったですよ、はい、じゃあ本当にお家に対してもご満足ですか、はい、住み心地が良くて、はい、満足してます。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではの最後に、あの鈴木様からこれから家を建てたいという方へのアドバイスをぜひお願いできますか、うん、あのね、あの私はちょうど家を建つ時ずっと家にいて見てましたから、はい、朝から晩までね、はい、で、あの家を作るとなると、はい、図面は描いてもらって、うん、イメージはある程度沸かせますが、実際にできてくると、あれ、これはもうちょっとこうしておきたいな、うん、あるいはもうちょっとこうなるともっと便利だろうなとか、使い勝手がいいだろうなということが出てくるわけですね、うん、その時に頼んで工事してほしいがどうだろうって言ってね、聞いてもらえるかどうか、その点でいくと、私はね、その深澤社長っていうのはね、言うとすぐ聞いてくれてね、対応してくれた、うん、私はね、そういう家づくりというのは、その施主としてのわがままなのかもしれないけど、少しでもいい家を作りたいとすれば、やっぱりできるだけ見て、その要望を聞いてもらえるような、やっぱり会社を選ぶというのは大事だなというふうに思いますね、うんうん、はい、岡さんの主ね、あの、はい、ッドワーク軽く、はいはいはい、やっぱりもっとですね。それとね、あの、私もさっきこう言ったんですよ、あの、はい、これ鍵の手に壁を入れてもらえば、はい、少し丈夫になるだろうと、柱一本余分に入りますからね、うん、そういう話をしたら、あ、そうですねと言ってすぐやってくれて、うん、そしてそしたらいろいろ、あの、やっぱり、あ、いろいろ考えてくれてるなと思うのは、うん、この襖を、はい、その通りにやっちゃうと、もう三尺短くなって、
向こうの視界が悪くなるわけですね、うん、広く使えない、うん、その時に見たらこの敷居が横にはみ出ていて、はい、この壁と同じところにきっと収まるように、ね、はい、考えてある。確かにそうですね。そうでしょ、とこれだけ広く使えますから ね、うん、そうですね。だからそういうような工夫も常にね、うん、して使い勝手のいいように住みよい家にするようにということをね、考えてくれてる、うん、なるほど、ね、やっぱりそういうね、はい、あの会社をあるいはそういう大工さんを私はあの選ぶということが大事じゃないかな、うん、と思います、うん、どこに、ね、お願いするか非常に重要なことですよね、うん、はいはい、お子様はどうですか、はい、いろんなとこを見学して見て回るのもいいと思います。まあ、その中でね、あの深澤さん、あのスマイルコーポレーションが選ばれて建てられて、はい、あのまあ非常にこう満足ということ で、はい、であの本当にね、あの今日はあの、はい、お施主様の純烈もこもった、うん、そして社長のこもった、ね、はい、素晴らしいお家を見ていただきまして、はい、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また大事に、はい、楽しく住まいます、はい、どうもどうも、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。